だ、はじめまーす。今日はですね、お片付け屋さんのお掃除屋さん、はい、お掃除屋さんの八王子まりこさんに来ていただきました。わーい、まりこさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまりこさん、簡単に自己紹介などお願いしてもよろしいですか。はい、お掃除屋さん八王子まりこの名前で活動している野添まりこと申します。今日はお片付けのいろんな質問、悩み、疑問、不満などを聞く会をしてます。皆さんどうぞゆるりと聞いてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあもうなんか質問いろいろ上がってましたけれども、最初にじゃあまりこさんは普段どんな何お片付けというか活動というか、はい、どんな考えのもとでやってらっしゃるのか、どんな私の、まずモットーとしては、片付かない家はないというのをモットーに仕事をしてます。どんな家でも必ず片付くし、綺麗な空間にすることができるんです。必ずこれはお約束します。ただ、そのやり方が分からなかったり、一人でできないという方のサポートを全身全霊、命を込めてやっております。はい、こんなところでいいですか。ありがとうございます。すごいなんか心強いお言葉なんですけれども、はい、なんかもうこれを聞いただけで頼みたいみたいな人がなんかいっぱいいるんじゃないかと、かまーんっていう感じですけども、はい、はい、じゃあそんなまりこさんにですね、なんかもう質問タイムいっちゃいますか。じゃあさっき出てた質問を言いましょうか、はい、じゃあもう一回言っていただいていいですか。はい、はい、まず自分の部屋を 見回してみると絶望的な気持ちになって、もう一歩も動きたくないし何もしたくない病になってしまうんですけど、この無気力、脱力か、なんだろう、はあ、私ダメな人間だって、なんかもういろんな妄想がわーっと幽霊のようにやってきて、はいはいはい、はいはいはいなって、ああもうやだってなって、こう生きるのもやめたくなるような感じなんですけど、どうしたらいいか。ごめんね、今の、ね、音が拾えてなかったかもしれないから、もう一度言いますね、はい、お片付けをしようとしてもすごい絶望感と無力感に襲われて、とても手がつけられないけれども、どうしたらいいんでしょうというご質問が会場から来てますが、どうしたらいいと思いますか。はい、難しいんですけど難しいんですけど、まずは誰か私のような仕事をしている人にサポートに入ってもらうっていうのが一番手っ取り早いと思うんですけど、まず一回費用、まあお金もちろんかかるんですけど、そのお金かかるっていうのを考えを一回横置いといて、自分の理想の空間を徹底的に最後まで、一回じゃない、単発でこういう人を呼びました、じゃあ一回だけやりますじゃなくて、とことんとことんこう自分が納得いくところまで一緒にずっとやっていく、いける人と一緒にやっていくのがまずは最初だと思うんですよね。うん、でそこにもちろんお金もかかってくると思うんですけど、そこでじゃあどう折り合いをつけるのかっていうのは、ちょっとその辺はよっぽどボランティア精神の強い私たちみたいな仕事をしている人がいればいいと思うんですけど、ただそこはボランティアで、例えばこのような仕事をしてない人でも、例えば私片付け得意だから手伝ってあげるよとかって友達とかいたとしても、そこにお互いのバランスの取れてるエネルギー交換ができないと続けられないんですよね。うん、だからそのエネルギー交換っていうのは、まあ一つはお金を支払うという、これだけやってもらったことに対してこれだけ支払うっていうような、最初はなんか苦しいかも、財布からお金が出ていくのが苦しいかなとか、生活が厳しいかなと思うかもしれないんだけれども、そこのこうなんだろう、循環をまずは整える、でそれと同時並行で空間も整っていくんですよ。うん、空間ももちろんそのエネルギーが滞留してる場所なので、そこをこうなんだろうな、一緒にこうやっていける人をまずは見つけて差し上げたいし、私がそういう人になれるんだったら、もうずっとこれからも理想の空間になるまで一緒に行きたいし、私はそれができる人間だっていう自信を持って仕事をしているので、そういう人に出会って
ってもらいたいなとも思いますし、あと、うん、もっと物理的な話をすると、物って形があるんですよ。でも気持ちって形がないんですよ。で気持ちって形がないから、どうやって整えていったらいいか分かんないし、すぐなんかそのなんだろうな、躁鬱じゃないけど、こうパーってこう片付けるぞってなるけど、もう疲れるぞってこう上がったり下がったりをするのがやっぱ気持ちだから。でも物って捨てるかあるかないかあるかの状態なので、その物を動かす、どうにかする、自分の手でどうにかすることで自分の気持ちも安定するっていうところをキャッチできればいいのかなっていうふうに思うんですけど、自分で難しかったらやっぱりサポートをする人と一緒に、伴走者とともに一緒に歩んでいきましょうっていう気持ちがあります。私はそう思ってます。こんなところで質問答えになってるかな。私はそう思って、あの皆さんにこう気持ちを伝えてます。はい。なんか突破口が、こう自分でこうある程度できるはずだみたいにどっか思ってて、ちょっとはやるんだけど、それが続かないっていうか、うん、自分である程度やるけどそれが続かない、うん、だからそういうのって、私は片付けもできないダメ人間だったりとか行きがちだから、それは一回別で考えてみて、片付けができないのとダメな人間をくっつけてるので、そこはちょっと切り離して考えましょう。片付けができないダメじゃない人間を、まあ歴史で一人います。みんながわかる人、アインシュタイン、アインシュタイン、ナポレオン、誰だ、アインシュタインっぽいね誰だろうか、違うの、あ、分かる人、日本人、日本人です。まあもしかしたらアインシュタインも片付けられなかったかもしれないし、ナポレオンも片付けられなかったかもしれないけど、私はそれっぽいね、うん、いいですか。あ、はい、北斎、正解、葛飾北斎だって。そう、葛飾北斎は自分の家が散らかったら引っ越すし、なんだったら名前にもこだわりがなくて、名前もお金がなかったら名前売っていろんな名前で活動してたんですよね。そう、めちゃくちゃ変えてんだよね、名前も住みかもね。そうそう、でも葛飾北斎のこと誰もダメだなんて言ってないじゃないですか。まあ、別に葛飾北斎を目指さなくていいんですけど、片付けができないとダメな人間は一緒じゃない、絶対一緒じゃない、うん、まずそこはこれの言葉を持って帰ってください。ぜひ、片付けができないのとダメな人間は、ダメな人間っていうのはこの世にいるかどうか分かんないけど、私の価値観で言ったら、人を騙す人とか人を裏切る人とか人のものを盗む人とか、でもそうじゃないじゃないですか、ダメな人じゃないでしょ、みんな。そういうこと、片付けないからって人騙したりしてないでしょ。だから私はそう思います。うん、だから目の前にあるから、どうしてもそこに結びつきやすくなって見えちゃう、ね、そうですね、うん、あとはちょっと厳しいかもしれないけど、片付けをしたくない理由にしてるっていうのもあると思うんですよね、うん、まあ、それはどっちが先なのかっていう、卵が先なのか鶏が先なのかの話ですけど、片付けられないダメな自分でいたい、ダメな自分でいたいから片付けないとか、うん、どっか逃げ道を残しているとかっていうのも、やっぱ私が実際にお片付けに行かせていただいたお家の中で、そういう話にもやっぱりなって、たどり着く場所はやっぱりその逃げ道残したいとか、うん、ダメな自分のままで誰かによしよしって言ってもらいたいとか、うん、そういう気持ちももちろん中にはあるとは思うんですけど、そこってちょっと痛い部分じゃないですか。自分の心のすごくぐじゅぐじゅして痛い部分に、これからアクセスするかどうかっていう決定を自分でするっていう、うん、アクセスしなくてもいいんです。してもいいよ、しなくてもどっちでもいい、それは。ただして変わる覚悟を持つかどうかだと思ってます。はい、ちょっと精神的な話になっちゃって空間の話というよりは、はい、気持ちですけど、うん、素晴らしいですね。お答えもなんかいいですか。あ、すごい素晴らしい。なんかもうマリコさんがどういう思いで片付けの仕事をしてらっしゃるかっていうのがめっちゃ伝わりますね。ありがとうございます。すごい素晴らしい、はい、
花さんのおかげでいい話引き出してもらって、私もう聞いてただけですけどすごい、もう後で質問していただいてよかった、すごい話聞けましたよ、はい、はい、じゃあ そうだな あと一人ぐらい質問、はいはいはい、ゆけさん、はい、あの、はい、部屋の中はだいぶ自分で片付けられるように訓練したんですけど、カバンの中がぐちゃぐちゃなんです、うん、なんかその半年前のレシートとか出てくるんですよ、うん、カバンとか全然中身変えないから、うん、いつも同じものが入っててゴミだけ溜まっていくみたいな、そのうち細かいものが、うん、カバンの中から迷子になってくるみたいな、うん、探せなくなるみたいな、でポーチとかに収めるといいって聞いて、ポーチに収めるとポーチだらけになって、どのポーチに何が入ってるかが分からないみたいななっちゃって、うん、なんかそのカバンの綺麗なこうパッて見たらすぐに取り出せるみたいな、うん、カバンを見ても自分の部屋を見てるみたいにうっとりとしていたときめきたい、面白い、なんか部屋は片付けられるけど、うん、カバンが片付けられない、部分的に片付けられないみたいな、うん、そのなんか片付けられない部分が残ってるみたいな話かもしれないし、うん、あの実際にカバンの整理の仕方みたいな話かもと思うんですが、カバンの整理の仕方っていう風なのはちょっと自分の中ではイメージが湧かないんですけど、うんと、どんなカバンを使ってもリュックタイプ、リュックってこう、まあ、一般的にこっちは縦長じゃないですか、縦長だってことは面積がちょっと少なめ、体積はあるけど面積がないっていうのかな、こう高さがあるから上にやっぱこう押し込んじゃうのかな、こう物物物物物になっちゃうのかな、そうするとここの物ってアクセスしにくくなって埋もれていくじゃないですか、だからもしかしたら、なんだろう、あのトートバッグじゃないけど、なんていうんですか、あのママバッグじゃないけど、なんかちょっと底がちょっと広めで上からこういう風に入れられるタイプの形にした方が物物物物物にならなくていいのかなとも思うし、あと持ち物の見直しで、ゆけちゃんの今の質問に合ってるかどうか分かんないんですけど、たまに本とかが入ってる人がいて、この本って別に毎日読むわけじゃないんだけど、とりあえずなんか持っていたみたいな、カフェとかに入ったらちょっと読もうかなみたいな、あの本を持ち歩いてる人がいて、でもカフェ入っても結局スマホ見てるから本読まないみたいな、でもなんかとりあえず持ってたいみたいな、そういう余分なものを減らしていく、でコンパクトにして、私はなんかこれぐらいのバッグの、私の話だけど、ね、財布と手帳とスマホと充電器ぐらいで、それでいつも動いてるんですけど、まあ、このサイズが適当なサイズかどうかっていうのは別ですけど、まあ、最小限にして上から見れるような、こうじゃなくて上から見れるようなタイプにしてもいいのかなとも思ったし、あとはあの週に1回ぐらい必ず時間を作ってバッグの中を見直す時間、毎週土曜の9時から30分間私はバッグを見直しますっていうのを自分に約束する、自分との約束だから自分との約束破っても誰も困らないけど、最終的に困るのは自分、その物の中が、あのバッグの中がゴミゴミゴミになって困るのは自分、その自分を許すかどうか、約束を守るかどうかっていうのだとどうですかね、うん、テクニックとしてはバッグの中を変えてみるだけど、テクニックはそっちで、マインドの方がやっぱ自分との約束を守る、それはバッグに限らずお片付けも週に1回1時間だけは必ずここ片付けるっていう約束を、うん、するっていうのは私は自分にしてます、うん、はい、お答えいかがでしょうか。あ、はい、ご質問ありがとうございました。素晴らしい、なんか本当にあの精神的な部分とそのシステム的な、うん、その体積とか、 なんか上からのアクセスとか、うん、そういう 両面から手伝ってくださるんだっていうことが本当に分かって素晴らしいよね、本当にありがとうございます。あれなんかあのそういう資格を持ってらっしゃるんですよね、最後ですけど。資格は、生理収納アドバイザー2級っていうのだけはあの取りましたけど、それ以外は別に持ってなく、うん、あの日常で培ったものでやらせていただいております、うん、すごい力もありますよ、いろんなもの運びますから、70キロのクローゼットも運びますからね、すごい2個、70キロのクローゼット2個、うん、はい、もうなんかマリコさんに頼みたい人がいっぱいいるんじゃないかと思いましたが、はい、はい、じゃあ このくらいで一回切ろうかなと思うんですけど、はい、あのマリコさんのお片付けの素晴らしいお話を聞かせていただけたと思います。マリコさんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。